では首こりのストレッチをやっていきます。首が凝っている方ですと姿勢がすごくこういうふうに丸くなっている方がいらっしゃいます。そうすると首のこの辺りが張っている方が結構多いです。なのでそこのストレッチをやっていきます。まず姿勢をまっすぐにします。この状態で顔を斜め上を向きます。この状態で反対の鎖骨のところを押さえながら下に押すようにします。この状態で斜め後ろを向くようにぐーっと伸ばしていきます。これを片方をだいたい20秒から30秒ぐらい両方ともやっていきます。反対も同じようにぐーっと伸ばしていきます。このようにやるようにしてください。